愛知県で25年ね、怪しい、不思議な生態と言われて、やってきた生態師です。まあ、一応ね、無事に、やってくれたことに感謝をいたします。で、本当にまあ私のこの思いはですね、まあ儲けるっていうよりも、まあ本当にこの皆さんの、体がね、こう変わることによって、まあ心までこう、変わって、で、まあ本当にこの一回きりのね、人生を、楽しくですね、幸せに生きられる、まあお手伝いをさせていただいて、まあ喜びのね、声を聞いたりですね、することが、ね、本当にこの嬉しいなという気持ちでやっています。で、まあこのお客様の声、まあ昔のやつなんですけどもね、こうパラ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 見ていったら、やはり結構うちの場合だとですね、気持ちが前向きになって、心の変化がね、あるというのが、まあちょっと特徴で、昔まあ、お人さんに言われた、痛みをね、追う治療はダメだよ。痛みを消す方向に持っていくんじゃなくて、体を整えることによって、気力が湧いてくるような、そんな生態をね、心がけなさいというね、声をいただき、そして、まあそれがね、本当にこう実現できてきたような気がします。ですからあまりこう癒しとか打ちはしないんで、重力にしっかり対してしっかり乗せる、そして緊張が抜ける、で、呼吸がね、深くなる。まあその体と心はね、すごくこうリンクしていると私は考えます。こうなってね、元気そうな人はやっぱり元気、心も元気で、まあこうなってる人はね、やっぱり落ち込み気味で、ね、そんな形でですね、一回きりの人生なんでね、ぜひ、こう前向きにね、元気に生きられるような、まあ、お手伝いをねさせていただきたいと思っているので、もうぜひぜひぜひね、早くですね、当院の整体を受けに来ていただきたいと、まあ、今は本当に、ちょっとこう思っているんですね。本当に思っているか昔から思ってますけども、今来た方が本当に、来た方がいいよっていうふうに思っています。それはなぜかというと、先ほどちらっと言った守るための緊張っていうのがね、もう本当に結構いろんなところを守るためにわざと緊張させている。まあ一番はですね、まあ重心がこうフラフラしてるだとか、靭帯の緩みだとかいうね、問題があるんですけども、まあ、そこをこう、まあ直すことはできたんだけども、その守るためのシステムを解除することができなかったことが、まあ1ヶ月半前ぐらいですね、がもうこれはできるようになりました。でするとですね、本当にこう、喜びの声としてはね、ちょっと一段階上のこの喜びの声をね、たくさんいただけるようになって、私ちょっと、今自信を持っててですね、ぜひ早く来た方がいいよっていうふうに、言える、そんな生態ができていると思います。愛知県蒲郡市でね、やってますけども、まあ、ちょっとコロナでわからないけども、東京大阪の方にもですね、ぜひ、どん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 進出していきたいと思っていますので、ぜひね、皆さん来ていただいて元気になって、そして前向きな気持ちになっていけたら、できるようになってくれたら本当に嬉しいので、ぜひね来てください。よろしくお願いいたします。